リンリン、ハロー、パラレール、リニパラレルのリンドです。はい、本日は、またルックブックにはなるんですけれども、この間買ってきたこれを使いたいなと思って、これ巻きスカートなんですけど、こちらのね、コーディネートやっていこうかなと思います。では本題入る前に、もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして X、Instagram、TikTok やってますので、よかったら概要欄見てフォローお願いいたします。では早速ね、これ使っていこうと思います。で、先日の動画でも言ったんですけど、これを買っているところのお店は、インスタとかのリンクを、概要欄に貼ってるので、よかったら見てみてください。で、まずこれを使う前に、一旦、インナーですね。はい、なので外には出さないやつなんで、思いっきり、メトロイドの T シャツです、これ。はい。メトロイドわかる人いるのかな？はい。こんな感じ。イラストの感じとかは全部スーパーメトロイドですね。はい。ここにリドリーがいて、ここに、ファントーンとかね、ドレイゴンとか、クレイドとかいて、で、動く超人像がいて、で、サムスとスターシップとメトロイド。これがメトロイドね。そう。タイトルになってるメトロイドはこれで、主人公はサムス・アランっていうね、この子なんですけど。はい。っていう、海外輸入品かな？並行輸入品なんかのやつを買って、で、下は、ハーファンス。って感じでございます。では、まずこれをね、巻いていきましょう。これは前が、こっちだね。はい。ってことは、前をこうして、で、どっちをスカートとして出したい？いや、こうだな。こうして、こうだから、こう巻いて、あ、でもな、ちょっと微妙だな。ちょっと柄が出なくなっちゃう。こうにするか。少し柄を出したいのと、スリットをこっちの端にしたいので、スリット合わせにしましょう。ちょっと下の方にしまして、この角に映ってるやつは、あ、このカバンか。こうかな。よし。はい。ここにね、スリットを入れる形にして、で、少しだけ下の方ですね。この辺りにゆとりを持たせるようにして、クッと引っ張って、少しゆとりを持たせてやると、ここがね、こう、まあ、メンズの人はあんまりスカート履かないからはあれですけど、女性は特にわかるのかな。こう、足を上げた時に、なんだろう、上げやすいようにするために、私は下の方にゆとりをね、持たせるようにしてます。はい。で、一旦ここで軽く結んで、長さ的にこんな感じか。これ初めて使うのであれなんですけど、長さがちょっとこっち寄りなので、こっちで結びましょう。で、よいしょ、こうして、でここでね、軽く結んだ後に、ここで肩結びまでいかないんですけど、軽く二重で縛ってあげます。で、ここまでいったらどうすっかな。浴衣とかの方式で結んでやるかな。帯紐の結び方の方式にしようかな。こういう風にあるのをこんな感じで折ります。はい。ちょっと折りすぎだな。こんなもんでいいよな。うん。じゃあ二重で折ります。ここ、二重っていうか、一回だけ折ります。で、折ったやつを、こんな感じで、こう、持ってきてあげます。で、ここの上から、この紐を、中に、入れてやって、ぐっと引っ張ってあげると、ここでね、綺麗な感じにリボンになるので、で、こうリボンになった後に、ぐーっと入れてやって、で、何回か、ぐっと入れてやって、この不要な分は、この結び目の中に、もう一回回した方がいいかな、これ。うん、もう一回ぐってやってあげた方が、綺麗に収まる気がするな。っていうか、今日外うるせえな。
の春特有のあれですね、工事ですね、道路とか。あ、でも全部巻いちゃってもいいかも、こうやって。で、少しこうやって出てても可愛いんじゃないですかね。よいしょ。はい、こんな感じでリボンを結びました。で、この T シャツを、このどうせ見えないんであれなんですけど、 T シャツ一回出して T シャツをかぶせる形にします。するとスカートこんな感じで、歩くときにね、こうやって歩きやすい状態になります。はい、でこれに上を何を合わせていくかですね。上はちょっと色合いが欲しいかもしれない。こっから選んでいきましょう。T シャツ系にして、 T シャツ系っていうか、あの半袖系のシャツにして、軽くジャケットかなんか合わせるかな。こういう合わせもなしじゃない気がするんだよな。ほら、こんな感じ。で、あとこれだけだとちょっと緩いので、一応腰ベルト1本巻いときましょう。ちなみにこれトイレ行くときどうするんですかってよく聞かれるんですけど、トイレ行くときは普通にこう中から脱いでっていう状態でしますよ。はい。なので、あの男性特有のね、立ってはできないですね。あと私立ってするのがあんまり得意じゃなくて、あ、なんか落ち着かないですね、私逆に。あれだとだから個室を使いたい派なのであれなんですけど。お、いいんじゃない、ほらこんな感じで。今日は腰にこれは巻いていく予定はないので、今日はこれはつけないんですけども、時計とかはね、今日はつけていきます。今日でも2つだけっすかね、これとこれで。指輪をねつけたいので、指輪をつけていきましょうか。指輪はね、お気に入りのものというか、こうセットで買ったものとかでね、気に入っちゃっていろいろつけちゃいたい人なのでね、多くねって思う人もいると思うんですけど、そういうファッションと思ってください。もう好きでやってて、なんかね、なんだろう、あまりにも変な付け方、脱製付け方はしてないと私の中では思ってるので、まあ人によってはたくさんつけるだけでダサいって思う人もまあいるよね、中にはね。はい、こんな感じでつけております。そして今日暑いね、今日夏だね。今日暑いからこの上になんか着るはちょっとしたくないかも。すでにだってなんか汗かいてるもん。はい、こんな感じ。左手だけこんな感じでいつもつけております。はい、ちょっと中指が今日いつもよりむくんでる気がする。むくんでて中指だけここがねちょっと締まってる気がする、いつもより。まあこれはむくんでるのはね、そのうち解消されると思うんでいいとしましょう。で、右手は小指と薬指だけ。薬指はね最近3連にしてます。なんか3連にしたら可愛かったので3連にしてます。こんな感じ。はい、で、イヤリングは2つだけ。こっちはこれ、この蝶のやつはね気に入ってて、こ
っちはね、いつもこれつけてます。こんな感じ。肌荒れがすごい。で、もう片方はこれ。これもね、蝶なんだけど、こっちはね、あのプランってしてるタイプじゃなくて、耳にこんな感じでつけられるやつです。ってところかな、一旦。で、今日ね、ヘアカットに行くので、ヘアカットするときイヤリング大体外すので、これはこの2個だけにしとこうかなってところですね。この上にカレーとパーカー置きたいけど、どれかな、これかな。ここがね、色多いんで、そう、色多いんで、できれば色多くないやつ。いや、これでもいいな。あ、これいいじゃん。あ、でもこれだったら羽織合わせた方がよくね。半袖のこの羽織を合わせた方が可愛くね。ほら、今日これだな。あ、でもなんかちょっとガラガラだな。可愛いって可愛いけど、さっきの方にしとこうかな。こっちの方が落ち着いて見える、和洋折衷の中でも。うん、よし、これが一番落ち着いて見えるんじゃないかしら。よし、今日はこれでいこうと思います。はい、あとは人に、選んで、選んでというか、カバンとかだけ持ってっていう感じでやっていこうかなと思います。で、今日は髪切って染めていきます。もう髪伸びてきて、結構この真ん中でね、分け目になるので、デコッパチ状態なんですよね。で、デコを隠すように、こう、下ろしても、この辺ね、割れてきちゃうんだよね、どうしても。まあ、乾かし方にもよるんだろうけど、そう、でもね、この気になってこうやってファッてやったら、もうすぐここで分かれちゃって。一応こっち側にね、こうやって流したりもするんだけど、この流したこの髪の毛がね、こうやって降りてきちゃうんでね。なので、ひとまずはってところでございますね。はい、っていうところで今日はこんな格好で行っていこうかなと思います。ちょっと全身映る角度にしましょうか。こんな感じ。サムネイル用のやつがうまくわかんないんだよな。サムネイルってどうやって撮ったらいいべ。これ、ネズッチですになっちゃうもんね。これでいいかな。こうだな。ちょっと背伸びして。はい、っていうところで本日はこんな感じの、服の選び方というかルックブックでございました。はい、もしよろしければね、こちらのチャンネル登録、そして高評価、そして Twitter じゃない X、Instagram、TikTok やってますので、よかったらフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらから、各種 SNS は概要欄から、その他おすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。では、以上、リンドでした。